はい、ここまでね、ベスト3と2をね、紹介してきたんですけど、最後にね、ベスト1ということでね、どの展示なんでしょうか。栄えあるベスト1は、ピーター・ヒュージャーです。2019年のね、11月にパリのジュドポームでね、開催されていた彼のね、回顧展にね、ようやく行くことができたんですね。もうこの人は本当に知る人ぞ知るという感じで、それこそね、日本では全然知られてない人だと思うんですけど、ようやくね、それを展示でね、オリジナルプリントが見れたということでね、いやー本当にね、素晴らしかった。で、このね、ピーター・ヒュージャーというのはアメリカ生まれで1934年生まれなんですね。で、1987年にエイズで亡くなってしまったんですね。で、まあ、当時53歳とかですかね。でね、本人はね、難しい性格をしていたということと、あとマーケットにね、やっぱ迎合しなかった人だったんですね。だからね、生前に出された本っていうのが実はここにあるんですけど、この1冊だけなんですよ。これダカーポプレスってとこで1976年にね、刊行された彼のね、写真集なんですけど、この1冊しか彼が現役時代ライフタイムの時に出版されなかったんですね。やっぱり作品集ってやっぱ大事なんですよね。でね、まあ、近年ね、世界的に回顧展っていうのはね、いろんなところで開催されてはいるんですけど、まあ、彼のね、レガシーにふさわしい認知度かどうかっつったら全然まだまだっていう感じなんですよね。で、なぜピーターが受けなかったのか、まあ、ここでは受けなかったというふうに言っちゃいますけど、これやっぱね、すっごい難しいんですよ、彼の写真って。その良さを伝えるのも難しいし、じゃあ彼の作品が何なのかということもすごく説明しづらいんですね。僕がこのチャンネルで伝えてきた作品であったり作品集っていうのは、基本的にはその作品が作られた背景とか作家のコンセプト、そういったものがね、中心だったんですね。でもピーターの場合はもう写真自体がね、もう素晴らしいんですね。これ何なんだろうなっていうのはね、すごくね、もうこの人は3日ぐらいかけてね、ずっと彼の写真見返したりとかねして、ようやくちょっとね、今日はお伝えできることがあるかなっていう、伝わればいいなっていうね、気持ちなんですけど、その彼のね、エステート自体もね、ホームページでこう書いてるんですよ。複雑で深淵な写真を残した写真家みたいなね、もう超曖昧みたいなねだからそれぐらい、あ、公式ですら捉えきれてねえなみたいな感じなわけですよね。そういう意味じゃキャッチーさに欠けるっていうのはね、やっぱり彼のね、作品がなかなか世に伝わらなかった、伝わりきれてないっていうね、一つの理由なんじゃないかなというふうにも思うんですけど、今日はね、その辺をちょっと頑張ってね、説明したいと思います。で、ピーターの写真のね、被写体を務めた人たちっていうのはね、結構ね、70年代のニューヨークダウンタウンのね、著名人なわけですね。それこそね、アンディ・ウォーホル、あとスーザン・ソンタク、あとウィリアム・バローズとか、キャンディ・ダーリングというね。だからピーターが紹介される時って、どうしてもね、そういったニューヨークセレブをね、70年代に撮った写真家みたいに書かれることもあるんですけど、なんか僕の中でね、ピンとこないんですよね。というのもね、ピーターが撮った彼らの写真自体が、もうそれ見ても彼らって気づかないわけですよ。あ、これウォーホルなの？あ、ウォーホルはね、さすがに気づくけど、これソンタクもちょっと気づくけどバローズなの？とか、あとね、ディバインとかね。で、しかもディバインってほら、ドラァグクイーンなわけですよ。でもディバインが普段の姿みたいなね、そういったのを撮ってたりとか、結構なんかそのセレブとか彼らの肩書きっていうのがどうでもよく見えてくる、そういうね、写真なんですよ。だからなんかニューヨークのダウンタウン70年代を撮ったみたいなね、そういったセレブたちを撮った写真家って言われてもしっくりこないんですよね。ここにもね、彼の作品の特徴としては、70年代のニューヨークゲイカルチャーの最前線にいた写真家の一人、そういったね、人でもあったんですね。だから当時ね、たくさんのドラァグクイーンとかを撮影してるんですね。でもね、それもね、ドラァグクイーンのその見た目の派手派手しさを撮るというよりは、なんかその控室で化粧して力がふって抜けてる彼らとか、まあドラァグクイーンのね、姿してても、その奇抜さというのがなんかむしろ側にしか見えてこないみたいな、だからなんか見れば見るほどわけわかんなくなってくる、そういったね、写真撮る人なんですね。今回ね、ちょっとドリーミングに続きね、ちょっと難しい言葉をね、出したいんですけど、キャンプっていう言葉があるんですよ。これは今日本で流行ってるそのゆるキャンとかそういうキャンプじゃなくて、スーザン・ソンタクが64年にね、キャンプについてのノートっていうのを書いて、それでね、世界的に知られるようになった言葉なんですね。でもそれ自体はね、結構17世紀とかからある、すごい昔からある言葉らしいんですけど、さっきも言ったね、そのドラァグクイーンの人たちっていうのはね、いますでしょ。あの人たちの表現っていうのは、そのいかにね、女性らしさを大げさに誇張するかっていうね、ことなんですよね。だからカツラとかね、なんかもう昇天ペガサスマックスみたいなね、そんなのに近いようなね、とにかくファッションも飾りも大げさにするっていうのがなんかね、そういう彼らの中で意識的にやってることで、だそういったのを俗にね、キャンプって言うんですよ。けど、その言葉はもともとゲイカルチャーのね隠語だったわけですね。それをスーザン・ソンタクが1964年にキャンプについてのノートというのを書くことでその定義というのをねしたんですけど、キャンプというのは人工的で不自然、つまり芝居がかった神秘的感覚のことを言うそうです。だから、ね、ドラッグクイーンっていうのはそのドラッグっていう言葉自体が引きずるって意味じゃないですか。あれどういうことかというと、その大げさな衣装だからそのもう足元にずっとねドレスが引きずられてるわけですね。そういったことを表すぐらい、それぐらいその大げさなねドレスを着ながら時代の歌姫の曲に合わせてリップシンク口パクをしながら踊るっていうのがそのドラッグクイーンのね仕事なわけですね。それねぜひねネットフリックスにあるルポールのドラッグレースというのを見てもらうとねもうバッチリ百聞は一見にしかずなのでねぜひそれもねちょっと見てもらいたいと思うんですけど、そういったねドラッグクイーンの姿っていうのは人工的だ、まあその男性が女性になってそれで大げさな服を着る、でそのカッコつき女らしいみたいなね、かつ芝居がかっているその口パクで歌って踊るというね、そこにね自虐的なこととかパロディとか皮肉さも入っている。だもう彼らの存在っていうのはキャンプそのものなわけですよ。でそのキャンプには2つ種類があると。1つは純粋なキャンプで、もう1つは意識的なキャンプであると。僕はねドラッグクイーンっていうのは意識的に生まれたキャンプなのかなというふうに思うんですけど、僕はねそのピーターの写真っていうのはもしかすると純粋なキャンプに入ってくるのかなっていうことをね感じたんですね。だから世俗的でひどいからいい、下品的なねところも必要だっていうことをね彼女は言っているので、だからねキャンプでいうと僕はねなんか考えていた時にロバート・メイプルソープいるでしょ。ロバート・メイプルソープっていうのはピーター・ヒュージャーと同じような時代に活躍した写真家で、もうピーターをね乗り越えてもうメインストリームにね行ったそういったね写真家だったんですけど、メイプルソープってやっぱりキャンプなんですよね。それこそねボンテージというのは人工的なもので、それをパフォーマンス要素を入れることで芝居がかったものに見せていく。あれっていうのはねやっぱキャンプだからこそなんかそのメインストリームにね持っていける力っていうのがあったと思う。そういったキャンプっていうのはソンタク曰く挫折した真面目さに基づく一種のダンディズムっていうふうにね表してるんですね。まさにねメイプルソープっていうのはそういったところが入ってくるなっていうふうに思うし、そういったねキャンプの概念がないとやっぱ彼の作品っていうのはやっぱなかなか理解しにくいところがあるんじゃないかなっていうのも感じるんですよ。ピーターの写真っていうのは良すぎるからこそそのキャンプすら乗り越えてしまっている、超越してしまっている。それはどういうことかというとやっぱり一般受けしにくいものになってくるんじゃないかなっていうことをね感じたんですよね。でちょっとねこの写真集ねこうやって開くとねこういうポートレートなんですよ。もう66正方形のフォーマットで自分の友達とかを撮ってるわけですけど、これがね本当に素晴らしいんですね。なんかもうこの人たちどこにいるんだろうっていうぐらい本当にふっとそこにいるっていうねそういった感じをね感じるんですよね。ですごい同質性というか、なんかいろんな人撮ってるんだけど全部なんか繋がってるなーっていうのをねやっぱすごい感じるんですよね。だから、ね、このピーター・ヒュージャーの写真を見て僕が連想したのって実はね石川隆一なんですよね。彼のねポートレートってピーター・ヒュージャー見るとよく理解できるんですよ。何を撮っても同じように写すし、そこには確かに彼自身も感じられるし、今ねピーターの視点にすごい近い写真家だなっていうのを感じるんですよね。だけれどピーターとは違って石川隆一っていうのはキャンプに当てはまってくるんですよね。ケバケバしさと下品さも持っていて、かつ人工的でアイロニックみたいな。でやっぱこの彼のね写真を見ていてふと感じる疑問っていうのは、この人は一体何のために写真を撮ってたんだろうなっていう疑問なんですよね。その時に彼のことを調べていったら、彼は生前にマーケットに迎合しなかったと。でもともとはね商業写真の中にいたんだけれど、その道をね途中でやめてもう作家としてねやっていくっていうことを決めたんですよ。でそれによって彼はその生活水準がものすごく落ちてものすごく貧しい生活になったんだけれど、それでも自分が信じている写真にね取り組んでいこうということで純粋なね写真を撮っていったわけですよね。その切実さというか誠実さというか、そういったものは彼の写真からは感じるんですよ。ソンタクもゲイとしてねやっぱりそういったマイノリティの人々に対する眼差しというのはあった人だった。だからこそそのメインストリームから外れてしまう人たちをきちんとね定義づける上でもねキャンプということをね書いたんではないかなということも感じるんですけど、そのキャンプすら当てはまってこないわけですよピーターっていうのは。いまだにその解釈を寄せつけない純粋さがあるなというのを感じていて、でこの心地よさっていうのが何なのかっていうことを考えていくと、やっぱりここでもそのモデルたちとのインティマシーっていうのをねやっぱり考えることはできるんじゃないかなっていうのをね感じてたんですよね。でこの被写体たちはもう何の疑いもなくピーターに映されることを受け入れてるわけですよ。もうとにかくリラックスして力が抜けるようなだけれどなんかエネルギーももらえるような、そういったすごい不思議なポートレートなわけですけど、それはもうピーターが自分が求めていた写真というものを 100% やるためにその全てを削って、その写真に写ってくれる人とのインティマシーを高めていったわけですよね。でピーターっていうのはその幼少時代ね、実は両親に捨てられてしまっているんですよね。お父さんが家出して、でお母さんに、新しい、恋人ができて、それがねそのピーターの義理のお父さんになるわけですけど、やっぱそこと折り合いがつかなくて、ピーターはおじいちゃんおばあちゃんに育てられたんですね。そういった競合だったからこそやっぱね、すごい不器用でね、やっぱりコミュニケーションも苦手で、やっぱり難しい性格をしていたピーターなわけですけど、彼がねやっぱカメラを手に入れたことで、やっぱ人々とのねコミュニケーションということができるようになっていった。だから彼にとって写真を撮るということは、人とね会話をするぐらいすごく当たり前なことであり、切実なものだったんじゃないかなと思っていて、だからそれは余暇のためでもないし、趣味でもないし、自分が生きている上での本当にすぐ隣にあるものだから、彼にとってその写真を撮るということは何か口から出る声に近いようなものだったのかもしれないし、でもねピーターの写真っていうのはものすごく沈黙なんですよ。朴訥としていて押し付けてこない、すごくね、なんて言うんだろう、すごいね難しいんだけど、何かを物語ろうともしていなくて、だからそこにピーターとその被写体がいて、で自分たちのそのインティマシーというものをポッとねその形に置いた、何か自分のなんか思いを込めるとかそういうことでもなくて、ただピーターと彼がいたみたいなね、そういった自分たちが生きた証拠としての写真、生きた証拠でもない、なんだろう、ポッと当たり前のように2人いたら生まれたものみたいなね、そういったものなんですよ。だからこそ切実なわけであって、だからもうそれは言い換えたら彼らにとってなんか子供のようなものだったのかもしれないし、それはね子供っていうのは売れないじゃないですか、マーケットで、ね、何千万っていう値段がついても子供は売れないわけですよね。そういった感覚なんかピーターにとってはなんか写真に対して感じていたんではないかなっていうのをすごい思うんですよ。でピーターの写真っていうのは、その今日話してきたコミットっていう言葉、もう彼にとってはそれはもう大前提なんですよね。自分のためでもないし、その被写体のためでもないし、マーケットのためでもないし、世の中のためでもないし、ただ自分が言葉とかその愛情表現の代わりに持った写真表現で、自分がね好きな人たちと一緒にいた時に生まれるもの、そこに対しての切実さっていうのはインティマシーがあるもので当然で、だからねなんかそういった背景すら知らなかった僕ですら、写真を通じて感じるものがあったっていうのは、そういうこともあるんじゃないかなっていうのを感じるんですよ。だからこの僕の YouTube チャンネルは「言葉なき対話」っていうふうにつけてますけど、本当にね写真見てるとそういった瞬間っていうのがあるんですよね。言葉じゃない形で対話ができる時があって、それはもしかしたら写真家が被写体としてることかもしれないし、僕が写真を見てすることかもしれないんだけれど、言葉抜きにしても対話というのがね生まれることがある。ほんとねピーターの写真はね言葉なき対話なんですよ。で人を撮るっていうことをすごく考えさせられる。言葉がなくても、だからそれこそね、もしかしたらピーターの現場っていうのは沈黙していたかもしれないから、被写体と別に会話をしてなかったかもしれない。それっていうのは街ですれ違う人に何も喋りかけずに撮るという行為に似たようなことかもしれない。でもその違いというのは僕らは明らかに感じることができるわけですよね。それは僕たちの中での直感というものもあるし、感覚というものがあるわけですよね。センスがあるわけですよね。そのセンスって写真家にとってはすごく大事なことで、そこを何か自分の中でごまかしてしまっては人にも伝わらないし、人にもそのごまかしてるのは伝わってしまう、そういったものだと思うんですよ。それぐらい写真っていうものは、その撮った現場の人々、自分と被写体と周りの感情とかいろんなものが全部映り込むんですよ。それはもう本当にね1瞬間のね筋肉の動きとかそういうもので全部現れるもので、でやっぱりどんなことにも言えると思うんですけど、やっぱコミットしたものでなければ人の心にも刺さんないんじゃないかなと思うんですよ。それはね木村久賞のノミネートを予想っていうね動画やりましたけど、あの中でね池田寛さんの仕事を伝えましたよね。彼はアイヌの人々を撮って、でも彼らがずっとねやっぱり長い歴史の中で差別を受けてきて、だから自分としても撮らせてもらった彼らのことをやっぱり考えることはやっぱりもちろん大前提であって、彼らにとって何かマイナスのことになるような表現にはしたくないと。だからずっとやっぱり出しどころを考えて考えて、それが今という時代にはまった時に本になったわけですよ。だそれはやっぱり池田さんがずっとね彼らとインティマシーを育んできて、そこで最終的にコミットしたわけですよね。それがやっぱり写真家の仕事だと思うし、写真家が背負ってるものなんですよね。それは写真を見る時にはあまり感じないことなんだけれど、それを作ってる人たち、それを撮ってる人たちに触れるとものずと立ち上がってくるものであって、逆にそれがない写真っていうのは僕はやっぱり惹かれないんですよね。面倒くさいことを面倒くさいと思わずに、それが自分がやるべき仕事だと思って取り組んでる人たち、その切実さというのがやっぱり作品を通じておのずと伝わってくるものであって、それが人を引きつけるきっかけにもなるんじゃないかなっていうのを思うんですよね。それぐらい写真っていうのは生々しくて、今生きてる人を扱うからこそ面白く面倒くさく厄介で、でもとにかく魅力的だっていうね、そこだと思うんですよね。写真ってなんかシャッターで撮れるというふうに言いますけど、そんな簡単な話じゃなくて、その前後のねものが重要なわけですよ。でその前後に面白みを感じないとしたら、自分自身にねカメラを向けて撮った方がいいと思うし、その方がよっぽど面白いものはできるんですよ。例えばね、去年の夏にね、そのアルデで見た展示の中にアウトサイダーアートもあったわけですよ。でね、すっごい面白いし、もうぶっ飛んでるなっていう作品ばっかりなんですけど、よくよく見ると基本的に彼らは自分を被写体にしてるんですよ。外的な世界とのコミュニケーションの力を持てなかった彼らは、それでも何かを表現したいという時に自分自身を使ったんですよね。でそこに彼らの切実さがあるし、それでも作りたいというものがあれば、それは人にも伝わるわけですよ。自分を扱ったものでも人に伝わるからという感じでね、ちょっと写真ってベスト3の話だったんですけど、今僕自身も感じたことをね踏まえてね話ができたと思ったので、ちょっと長くなってしまったんですけど、今日はねそんな感じで終わりたいと思います。それではまた。